はい、どうもカードショップ山本屋の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日18時に MTG 関連の動画をアップしています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録、あと高評価グッドボタンよろしくお願いします。はい、すいません、今日はちょっとね、酔ってます酔ってますデッキ自体はね少し前に作ってたんで、はい、デッキは大丈夫だと思うんですけど、他がいろいろと怪しいなと。はい、白炭エンチャントということでね、はい、この前、昨日かな、神聖なる憑依強かったなと、スピリットデッキで、それだったらもっとエンチャントに寄せたらどうだろうということで、ね、シガルダの輝き4枚と組み合わせてみました。あとはひたすらエンチャント、エンチャント、たまにアーティファクトっていう感じですね。まあ、エンチャントサーチしてくるクリーチャーとという感じですかね。はい、まあそんな感じで、早速ね、やっていきたいと思います。はい、プレイ。さあ、対戦相手先行で間に合いますかね、これ。さあ、7枚でキープして土地を出してターン終了。リミアだけど別に氷雪は関係なさそうですよね。まあ進化する未開地でいいか。ターン終了。何ですかな、ハンデスリアニメート。なんでしょうね。何を考えてるんでしょう。ここで予言をしてくる。もうそれに合わせて未開地使うか。よくわかんないけど。ここで平和な心を打つ意味があるかどうか。先に壊しとくか。さあ、廃墟の地で破壊しておきます。平地。まあ、ライブラリ圧縮ということで。君は悪党の住処を見つけた。まあ、ここでクリーチャーが捨てられるのかな。何を
捨ててくるかだね。これがあれだね、予言するリアニの名前忘れましたけど、多分そういう感じのカードかな。まあ、リアニはそんなに苦手なデッキではないかな。でかいの出てきても特に問題ないけど、なんかでかくないな。さあ、ジガルダの輝き。コーマの信者。3マナ31、ハンコンか。5マナ。さあ、ジガルダの輝き。さあ、ライフが削られる。ここで使うのなんかもったいない気もするけどね。はい、セレスタス。平和な心。ターン終了。さあ、夜になったと。で、カード引く、カード引く。実行。まあ、土地がいらん。さあ、月恵みのクレリック。さあ、セレスタス起動。さあ、カードを引いてカードを捨てる。ターン終了。おお、イムリス。それはやばいな。さあ、仮初めの時間。ターン終了。さあ、信奉者土地捨てます。さあ、落第。
さあカードを引く。さあ神聖なる憑依、ジガルダの輝き。ターン終了。さあまあブロックしない。さあカードを引く、カードを引く。あれ持ってこれてたのかな、ちょっとわかんないけど。はい、平和な心。さあ金への捕獲。さあ金への捕獲。さあ港破壊。さあアタック。ターン終了。お、ブルードラゴン。カードを引いていく。さあ月恵みのクレリック。さあ金への捕獲。さあアタック。さあクレリック。さあコンタクトアザーブレインということでカード2枚引かれて、あと4マナ、5マナ。さあ無神経なチマ同士。
さあ落第で。はい、神聖なる憑依。さあアタック。はい、対戦ありがとうございました。さあ対戦相手が先行7枚でキープします。隅っこからコントロール系だったら結構きついかも。どちらかというと対クリーチャーデッキって感じはしますけど、どうだろうね。全く動いてこないね。創発的配列。さあ月恵みのクレリック、もう神聖なる憑依でいいんじゃないかな。これを重ねていこう。氷山の徘徊者、場に出た時対戦相手がコントロールしているアーティファクトがクリーチャー一体を対象とする、それをタップする。この呪文を捉えるために、なんだあれは氷節マナか、支払われていたらそのパーマネントはそれらのコントローラーの次のアンタップステップにアンタップしない。あ、まあこのターンアンタップしないということですね。さあ神聖なる憑依、5マナ44で、まあまあタッパーか、タッパーというか、まあ場に出た時にタップしてくると。ライフに余裕あるんでね、あんま気にせずに神聖なる憑依を並べていきたい。氷雪シミック、氷雪吹雪の乱闘か。面白そうなデッキではあるけど、どうだろうね。カウンターとかあんのかな。安全にここを2枚使っていくべきか、これを出していくべきか。呪文か、さあ神聖なる憑依、さあ次のターンから勝負ですね。クワンドレックスの命令なんだこれ。消されたぞ。クリーチャーがプレーンゾーカーを、あ、オーナーの手札に戻すか。はい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 。これ、ドゥームスカール打って、失
カウンターされると負けなんだよね。それを考えると、さあ金への捕獲、監禁の円環、逆の方が良かったな。これでこっちはやっとけば罠出されることもなかったけども、まあこうなるとドゥームスカール打つ必要がない気はするんだが、平和な心、とりあえず殴るか。さあアタック、まあ一体ブロックしないともう24点吹っ飛びますけども、はい、対戦ありがとうございました。さあ7枚でキープします。割といい感じか、これは。ターン終了。もう相手は緑は結構やりやすい気がしますね。さあ月恵みのクレリック、さあ神聖なる憑依持ってきます。まあさすがに3ターン目からはロージュリーのトロールとかそこら辺が出てきそうですけどね。じゃなかったらさすがにマリガンか。ん？土地を引かなかったとかいうやつですか？おっと違った。ミドターンじゃなかった。さあアタック。ターン終了。あれさっきのデッキと同じデッキ？あ、吹雪の乱闘。さあ監禁の円環。さあ廃墟の地で土地を一つ破壊。さあ平地持ってくる。まあこれはもう単純にライブラリーの圧縮ですよね。さあ対処できないカードが出てきた。いい感じですね。監禁の円環、そして金への捕獲。さあアタック、ターン終了。
やはり先ほどの方かな？参ったな。ちょっと土地が多いな。土地引きすぎ。あっしゃやかー、やばいな。殴ってくるか。ここはブロックしないっすね。監禁の円環ターン終了。厳しいな。これは厳しいぞ。アシャヤをどうにかしないと。しかしこいつ土地なんですよね。それが非常に厄介だ。やばいな、容赦ないな。攻撃力がやばすぎる。さあ、平和な心。ブロックされない？マジか。ブロックされない。それはやばいだろう。ここで土地を引く。厳しい。ちょっと土地が多すぎる。まあ、やばいけど3点ずつ削られる分にはまだ何ターンかあるから、何かしら引くやろ。おお、来たけどこれは役に立たんな。ジガルダの輝き。ここは殴っていこう。ターン終了。飛行と警戒をもっと。お、これは勝ったんじゃない？逆転しましたね。そうか、土地だから対象取れないんだね。はい、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。白タンエンチャントということで、はい、ジガルダの輝きと神聖なる憑依、まあ4マナ息のエンチャント、この2枚ね、はい、なかなかやっぱり強いですね。ここ対処できないと一気にアドの差がねついて振り切れる動きがね、いい感じのデッキですね。まああとあれですね、仮止めの時間とか結構便利ですね。金への捕獲もそうですし、監禁の円環、平和な心か、ここら辺非常に便利なのと、このクレリックで好きなやつ持ってこれるっていうのがね、非常に優秀だなと。はい、まあそういう感じです。まあお守りのドゥームスカル使うことは多分なかった、確かなかったと思いますけどね。はい、こいつも、あればたまに活躍するかもっていうね感じではありますね。はい、さあそれではね、今回ここまで
です、白タンの置物デッキ好きな方はね、ぜひ遊んでみてください。さあ、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。